なんとかレース更新できます。ちょっと後半辛かったですけど、でも最後の週に、まあ、ベストからコンマ2秒ちぐらいでは周回できてて、そんなに悪くない感触がなくて。ベストをつなぐと1秒入ってるんですけどね、たらればなんですけどまあでもアベレージは、まあ、ずっと2秒真ん中とか後半では走れてるので悪くはないんですけど、ただもう一歩は行きたいかなっていう感じですよね。でも前よりも後半セクションとかちょっとそのスライドをここまでしたら開けたらスライドするっていうのがだんだん見えてきて、もうちょい開けるにはバイクを起こさなきゃいけないっていうところがやっと最後の方見えてきたので、だからタイヤが垂れてもそこの使っちゃいけない部分と使って曲げるポイントがうまくまとめきれれば、まあ、後半でもずっとアベレージはキープできるんじゃないかなって感じです。あとは、まあ、スタートなんですけど最後ガス欠っちゃって、なんかあんまりうまくスタートはまとめきれなかったんですけど、でもさっきあの JSB のスタート見てホールショットは撮ったので取ったのかな、分かんないけど、まあ、明日は自信持っていくしかないっていう感じですかね。そうですね、6位入賞は、まあ、もちろん目標なんですけど、まあ、結構レベルみんな周りも同じぐらいというかでいるので、
結構粘り強い走りを明日できたらなっていう感じです。やっぱり一発ボンってタイム出て、あとだんだん落ちちゃうとしょうがないので、こう一発ドンってやってからそれをどれだけキープできるかっていうのにちょっと勝負かかってるんじゃないかなっていう思うので、だからまあ目標としては入賞、まあ、6位以内に入ることが目標 でそれにはあのキープできるように自分でも組み立てようかなっていう感じです。まあ、車体の方も、セッティング出たというか、もうちょい行けそうなところが見えてるので、そこは自信持って車体を信じて行けば、まあ、戦えるんじゃないかなっていう気がしてます。頑張ります。最終戦なんで皆さんも応援よろしくお願いします。バイバイ。頑張るぞ。